4月6日の星座別運勢ランキング。第12位乙女座。細かな気配りが運命を織りなす。乙女座の細かな気配りが、運命の糸を織りなす。細部にまで目を配り、運気を上昇させることができる。ラッキーアイテム手帳。細かな予定やタスクを管理するために、手帳を活用してみてください。第11位お牛座。忍耐強さが運命を開花させる。お牛座の忍耐強さが、運命の花を咲かせる。 辛い状況でも耐え抜き、自分の目標に向かって進むことができる。ラッキーアイテムお花の種、自身の忍耐力を高めるために、お花の種を植えてみてください。第10位サソリザ、直感力で運命を導く。サソリザの直感力が、運命の道を導く。自分自身の直感に従い、正しい選択をすることができる。ラッキーアイテム推奨のペンダント、直感力を高めるために、 水晶のペンダントを身につけてみてください。第9位カニザ。家族との絆が運命を守る。カニザの家族との絆が運命の守護神となる。家族の支えによって困難を乗り越えることができる。ラッキーアイテム家族の写真。家族との絆を感じるために家族の写真を眺めてみてください。第8位ヤギザ。忍耐力が運命を乗り越える。ヤギザの忍耐力が運命の壁を乗り越える力となる。辛い時期も耐え抜き。 自分の目標に向かって進むことができる。ラッキーアイテムロープ。自分自身の忍耐力を高めるために、ロープを使ったトレーニングをしてみてください。第7位水亀座。想像力が運命を色づける。水亀座の想像力が、運命のパレットに色を添える。自分自身のアイデアや発想を生かし、新たな未来を作り出すことができる。ラッキーアイテム絵筆と絵の具セット。自分の想像力を引き出すために、 F でと絵の具セットを手に取ってみてください。第6位双子座。コミュニケーション力が運命を変える。双子座のコミュニケーション力が、運命の流れを変える。人とのつながりを大切にし、意義のある関係を築くことができる。ラッキーアイテム携帯電話。コミュニケーションのツールとして、携帯電話を活用してみてください。第5位いて座。幸運の風。微笑む運命。幸運の風が舞い。微笑む運命の奏でる曲。 すべての出会いが意義を持ち、新たな自分に出会うとき。ラッキーアイテム天然石のブレスレット。光を放つ石が、運気の波動を高める。第四位お羊座。行動力が運命を引き寄せる。お羊座の行動力が、運命の扉を開き、新たなチャンスをもたらす。自ら行動に移すことで、運気を自分のものにすることができる。ラッキーアイテムスポーツウェア。元気いっぱいのスポーツウェアを着用することで、行動力が高まります。 第3位子座自信と情熱が運命を切り開く獅子座の自信と情熱が運命の道を切り開く力となる自分の信じる道を進むことで良い結果を得ることができるラッキーアイテム王冠のヘアアクセサリー自分のうちに眠る王者の力を呼び覚ますために王冠のモチーフを身につけてみてください 2> 第2位王座直感力がさえる日々が訪れる王座の直感力がさえ渡り未来を見通すことができる 周りのサインに敏感に反応し、正しい選択をすることができる。ラッキーアイテム占いの本。自分自身の直感力を高めるために、占いの知識を深めてみてはいかがでしょうか。第一位天秤座。バランスの取れた運勢が舞い込む。天秤のようなバランス感覚が、運命の流れを整える。良いことも悪いことも上手に受け止め、調和を保つ力を持っている。ラッキーアイテムバランスボール。身体のバランスを整えることで、 運気のバランスも整う。